うん、そうね、もうちょっと、ま、真ん中ちょっとこう開けていただいていいですか、ここもうちょっと。じゃあこれちょっと暗くない？大丈夫ですか？そうです、照明上げまーす。マックスでしたー。お願いします。はい、ティンダーどこ入ります？ティンダー、はい。ティンダーさん。ティンダーどこ入ります？ああ、僕ちょっと真ん中に行かせていただいて。ウーハ大丈夫ですか？ウーハこれ。ウーハ、あ、あ、へぇ、へぇ、うん、うん。あ、いいね、いいよ。すごくいい。ね、いつもそんな感じじゃないじゃん。緊張しちゃった。なんでキャッチのポーズってないですか？キャッチのポーズ、キャッチのポーズ特にないですね。あ、特にないんだね。特にないですね。芝居作れ。キャッチ決定しました、今ので。キャッチこれです。うちのレギュラーは誰もやらないと思います。あ、ちょっと待ったらいいですか。マイクを外してもらっていいですか。あ、マイク外してもらっていいですか。ガチだ。はぁ、チンチンを書かない。今気づいてやめたのに、気づくな。マジで逆に怒った、びっくりした。なんで俺怒られたよ。ではドワイカイキャッチ。おーやった、仲間をサポートするみたいな、いきのしょうがない、エグビス、いいよ、いいよ、おい、なんでも、なんでも、おさ止めてください、なんでも、なんでも、なんでも、もう大丈夫、ただの不安じゃない。何でもある、何でもある。ということで早速田中さんを探しに行きましょう。はい、はい、ありがとうございます。おはようございます。マジマジほんのちょっとだけ楽しかったでしょ。そのちょっとした楽しみを見つけてくれればと。ついでと言ってはなんですが、こちらにあの写真ありますんで、うん、買っていこう。どうしたのかね、これ、これください、うん、買いました。ありがとうございます。はい、あーなんか一瞬のあーっていうバージョンください。あーもうちょっと長く、あと1秒長く、あーで、なんか尻すぼむよりもなんか恐怖のまま終わっていくタイプの今の長さを。これ顔写しにあるか。一応ね、こうマイクの方向もありますからね。分かった。あー、いいっすね、今の完璧で。すげえ、なんか火柱選手権しますよ、先に。すげえ人。こんにちは、何をされているんでしょう。これね、ボーイスカウトです。ボーイスカウト、火柱を起こすんですか。はい、あの、火を起こします。おお、どれぐらいの火を。だいたい高さ的にはこれぐらい。おお、これぐらいで、もう直火で。いい火だな。半合と、あの、鍋を。僕らも負けません。頑張ります。頑張ってきます。こちら640円ぐらい。としみつが今日1年記念日で彼女に買った花束頼む。これをあげると思われることがすげえやだよ。 NG 集だよ、今から。絶対これあげるわけねえからな。としみつさん、この後本当のガチな花束はね、いくらぐらいのやつを買うんですか。わからん。2000円、4000円ぐらい。高いな。8000円。花束買ったことねえか、わかんねえよ。1万円のこういうのがあるよね。なんかこんな。でけえやだそれ。600円の花束をとしみつさんあげません。でも見守っててくれるから、今これお前の彼女だから。嫌だよね。でもここに花束があるってなんかすげえ嫌だ。違うか。なんか違う、その置き方ちょっと違うよね。この置き方ダメだね。というわけで、火柱起こし対決、分離対決はなんとも不毛に終わりました。両者敗北だったね。これはちょっとこのままじゃやるせない。もう今度必ず暗い時に、風のない日に再び再戦をしたいと思います。とにかく火柱が見たかったの俺は。そうだね、趣旨がまず叶ってないから。これリベンジするべき。火すら起こせてないもんね。もう皆さんが興奮する火をお届けしたい。再戦を待て、バイバイ。全然火起こせませんでしたわ。え、ダメでした。火は起こせませんでした。あら、すごいですね。いいな。僕たちの負けです。負けました。多分マッチ、ねえマッチ何本で火起こした。1本マッチ1本で。マッチ1本だった。2本。マッチ2本、ね、すごい。勝てませんわ。勝てません。頑張ってください。約束は本当は1本でやるの。ああ、そうなんだ。同じルールじゃんか俺の。すごい、同じルールでやってたんですね。なるほど、頑張ってください。負けた。大敗北だ。